ういう人生もあるんですけど3ヶ月辞めてしまったんですけど3ヶ月で退職をして、上司との相性が口では言うものはすごい簡単だったことたくさんあって分かりやすい、はい、安心してほしいなと思います。どうも、しゅんです。こんにちは。今回は転職座談会ということで、若手で転職した人に来ていただきました。就活してて採用決めたらもうその会社でずっと働かなきゃいけないっていうような固定概念がある方も多いと思うので、この動画を通じてあこういう人生もあるんだっていうのを分かっていただけたらなと思います。田中翔輝です。僕は1社目はゼネラルパートナーズという人材系のベンチャー企業に入りまして、そこで営業をやって、この後新卒採用担当と、また人事のマネージャーというところで計5年間というような形になります。今は再生可能エネルギーの会社で人事をやっているような形になります。横地陸と申します。私は2019年に新卒入社でコンサルティング系のベンチャーに入社をしまして、ただもう3ヶ月で退職をして、そこから同時に転職活動をして、新卒1年目の8月にはもう別の人材系のベンチャーに働いておりまして、今は新卒の採用担当と中途の採用担当というそんな人間でございます。アレクサビです。1社目は人材の大手会社に働いていて、私も同じく3ヶ月で退職して、今美容サロンの経営とかやってます。皆さんはなんで転職をしようと思ったんですか？ネガティブな理由とポジティブな理由って2つがあって、ネガティブな理由っていうところで言うと、私が新卒2期目だったんですね、ってことはまだその時期って新卒の教育体制だったりとか、制度が正直整ってなかったなって今振り返ると思っていて、もう一つの理由がその後者の方のポジティブな理由って話なんですけども、私大学2年生の時から就活イベントを個人でやってたんですね、でそこでお会いしたとある同い年ぐらいの経営者の方が就活イベント事業立ち上げるって話になって、そこにちょっと入ってくれないかって声をいただいたんですが、人生一度きりだしっていうところもあって、じゃあその就活イベントの事業責任者になろうって思ってそっちに入るっていう決定をしたっていうところが1社目の終わりになります。上司との相性がすごく悪くて、言葉の暴力だったりとか、仕事内容教えてくれないのもちろんで、この上司についていけないなと思って早期退職しました。辞めた後にご自身でやろうってなったのはどうしたの？その後もう1社 IT 系の会社をやってて、でそれも辞めて、美容が好きだったので美容サロンを自分でやろうと思って辞めました。入社してすぐのギャップとか僕もたくさんあって、入ってみたら古くからいらっしゃる社員が中途がのんびり働く環境だよみたいな話結構言ってて、その時も辞めようと思ったんですけど、今辞めても特に何もしてないしなみたいな感じで見ることがあって、5年目のタイミングで人事のマネージャーっていう立ち位置でその時やっていて、一人早く自分が4月になったらこういうことやるんだとか分かるタイミングで次のところを選んでみたいなっていうところで転職しちゃったので、いい理由も悪い理由も走りながら考えてるっていうところがあるので、就活時代に思ってたその就活の軸とか、こういう基準で企業を選んでたっていうところをお聞きしたいなと思ってます。一つは一緒に働く人っていうところ、もう一つは会社のフェーズっていうこの2つで見ていて、人っていう理由のところは自己分析やった時に個人プレーというよりはチームプレーでシナジーを起こしていくみたいな働き方をしたいなって思いがすごい強かったっていうところが1点目。2点目は会社のフェーズっていうところでミドルベンチャーら辺の会社を作っていくタイミングに乗っかりたかったっていうところが非常に大きくて、 OB 訪問とかでいろんな社会人の人事の方に市場価値早めに高めるためにはってずっと聞いていた時があったんですね、その時に早い段階からマネジメントできるかとか、どんどん上流工程に携わっていけるかとか大切だよってことを多くの方がおっしゃっていて、ってなった時にいい意味でルールが整ってない会社に早めに入って自分が作る側になりたいなと思いで選んでいたっていう感じです。でもめっちゃマッチするところに入ってます。はい、なんで辞めたんですか？口では言うものはすごい簡単だなっていう反省点があって、会社を一緒に作っていきたいですとか、悪いところは一緒に当事者意識持ってやっていきたいですって私も言っていた人にいて、フップサービスではなくて本音ではあったけど、今入ってみると作っていけるって本当先の話だったりとか、あるいは内定者インターンとかで早めに信頼を蓄積してた方の話かなと思っていて、早めにすぐやりたいみたいな気持ちが勝っちゃったところはあったかなとは思いますね。インターン行ったところがそこの会社だったんですけど、そこに3回で、ここの会社でいいやと思ってて、人事の人に熱量をアピールして早めに泣いてもらったっていう感じで、上司と会わないとかって入社前に分かんないと思うんですけど、分かんないですね。防げるとしたらどういう早期退職どれぐらいいるかとか調べて、いいかな。じゃあ会わない人が多いっていうのは一つの指標かもしれないですね。実際は分かるとできるは違かったみたいな話だと思うんですけど、今の就活生とか学生さんが対策できることありますか？
例えば週5でテレアポしまくるっていきなり社会人になってやるってすごいストレスかかるものかなと思っていて、内定承諾した後とかにまずは週2か3日ぐらいで時給でいいからテレアポとかの大変さとかを経験していくみたいにしていって、どんどん週4週3みたいな形で入社前までに勤務量を増やしていってみたいなところ、社会人いきなりになることがネット風呂にポンって入ることだとしたら、内定したインターンの期間って足からゆっくり家計をしてって体馴染ませる時間になるんですよ。わかりやすい。いろんな年代の人に話聞くのが誤解だと思うんですよね、うんうん、1年目の人に聞いて、3年目の人に聞いて、5年目の人に聞いて、でそれぞれがなんか入社してからどんなことをつかみたいな感じで、うん、多分全然解像度が違う振り返りができると思うので、うんうん、確かに有効だと思うんです、うん、就活してた時代と入社後全く想定しなかったっていうギャップを教えていただきたいです。部署が第1か第3規模を目指せるんですけど、うん、全部違うところに行って、あれこんな部署みたいな、そこぐらいですかね。理念の浸透みたいなところが一つあるかなと思っていて、理念をしっかり体現して毎日 120% ぐらいのモチベーションでフルスロットルで働いてる方って1割とか2割ぐらいの話かなと思っていて、その1割2割の方が20代で役になりましたって企業紹介で出てきたりですとか座談会とかで出てくるっていうところであって、120の人だけではなくて119から19ぐらいまでのグラデーションのいろんな社員がいると思っていて、就活時代にこれやってよかったなとかって皆さんの中であったら教えていただきたいなと思います。1社目は 2,3 回インターン行って、うん、保険として人事の人に次アピールしといて、うん、分かったらいいなって思って、どういうふうにアピールするんですか？話しかけに行きます。第一志望なんですみたいなことを伝えて、顔覚えてもらうこと大事かなと思いました。早期内定って何月ぐらいですか？2月に思われた。へぇー、インターンはガチ勢じゃなかったとしても行った方がいい。何回か行っといた方がいいと思います。自分の興味ないをちゃんと見て興味ないと思うのすごい大事だと思ったんですよね。でそれがやっぱりこう仕事とかに通じると思ってて、やっぱこう自分何したらしんどいのかなとか、うん、何したらこう心が壊れてるのかなみたいなところをいっぱい見ていって、やっぱ興味ないものやったら多分つまんないと思ったし、うん、そうじゃない環境をちゃんと選ぼうっていう形で、よく就活生にアドバイスするんですけど、うん、今の自分で全部言語化しきらない方がいいと思っていて、うん、1年経って環境変わったらあの時思ってなかったけど新しく出てくることっていっぱいあるんで、固まりすぎると外れた時にどうしようみたいな形になっちゃうので、遊びを作っといてあげるといいと思います。現時点ではっていう視点が大事ですね。今はもうやりたいこと見当たらないんで1社目で見つけますみたいな形で就活してたん で実際見つけられたんでよかったかなと思います。長期インターンはすごい良かったなと思うのが2つあって、うん、1点目は長期インターン先の代表の方が人生で今一番仕事楽しいって伸びの場とかで言ってくれてたんですよね。かっこいいですね。でもう1つは最悪内定ゼロの状態でもこの長期インターン先にちょっと頭を下げようっていう、いや食いっぱぐれることがないっていう確定事項として就活を迎えられることができたっていうのはすごい大きくって、 B2B っていうところで言うと消費者に商品が届く裏には給与システムの管理だったりですとか、いろんな B2B が重なって自分のところに商品が来るっていう裏を知るってことは視野が広がって仕事できることにつながると思っていて、やってみてよかったなと思います。いやー本当そうですね。就職活動お疲れ様です。多分大変なしんどいこととかもあると思うんですけれど、キャリアに正解はないっていう意識を改めて持ってもらって、で自分が究極いいなと思ったらそれでいいと思いますし、今答えを出していても1年後全然違いましたっていうのもありだと思うので、悩みすぎず前向きにやってもらったらいいんじゃないかなと思います。頑張ってください。就活をされている皆さん、前向きに全力で面接に向き合い続けていたこの経験が自分の糧になると思いますし、後から良かったなって胸を張れる経験になると思いますので、頑張ってほしいなと思っております。就活お疲れ様です。私の場合は1社目3ヶ月辞めてしまったんですけど、働きながらそのやりたいことっていうのを見つけて、今そのやりたいことがなく就活してる人でも大丈夫です。1社目入ってもここが人生の墓場じゃないので安心してほしいなと思います。就活頑張ってください。下の概要欄にサウリンさんの YouTube であったり、横瀬さんと田中さんの Twitter とかをいっぱい載せるので、よかったらフォローお願いします。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。